イゼベル・イゼベルは、旧約聖書の列王記に登場する古代イスラエルの王妃、イザベル、ジザベルとも表記される。紀元前9世紀前半の人物、イゼベルについての記事は、列王記上16章に書出し、以後列王記下9章までに参見される。列王記によれば、イゼベルは、フェニキア人で、イスラエル王、アハブの記載。父は、シドヌ王エトバール。列王記には、 アハブのコラについての記述があるが、イゼベルが母であるとは明言されていない。イゼベルは、イスラエル人にとって異教である、バール信仰を、イスラエルの宮廷に導入し、ユダヤ教の預言者たちを迫害した。預言者の一人エリアが、偶像神バールとアシェラの預言者たちと対決して、これを倒すと、イゼベルは、以下のように述べて、エリアを殺そうとした。もし私が、明日の今頃、 あなたの命を、あの人々の一人の命のようにしていないならば、神々が、どんなにでも、私を罰してくださるように。列王記上十九章二節、アハブ王の死後、ヨラム王及びアハズヤ王の時代も、権力を握っていた、イゼベルだったが、ヨシャハトの子、イエフが反乱を起こしてヨラムと、アハズヤを殺害すると、イゼベルは、観岸数人に見限られて縄文から突き落とされ、 馬で踏まれた上に犬に食いちぎられるという非合の死を遂げた。これは、ナボトという男の武道畑を望んだイゼベルが、不当にそれを奪って、ナボトを死に追いやったことの報いであり、エリアの予言した通りの結末であったと聖書は書いている。このクーデターは、紀元前842年頃と考えられている。息子に、アハズヤとヨラム、娘に、アタルヤがいる。息子二人は子を残さなかった。 アタルヤは、ユダ王国の王、ヨラムの妻となり、アハズヤの母となった。詳細は、大インプバビロンを参照新約聖書、ヨハネの目視録の中では、イゼベルの名は、ある教会の中のインプ、教会への敵対者として現れる。これが実在の人物に相当するのか、キリスト教への敵対者の象徴なのかは定かではない。しかし、あなたに対して責めむべきことがある。あなたは、 あのイゼベルという女を、そのナスがままにさせている。この女は、女予言者と自称し、私の僕たちを教え、惑わして、不貧乏をさせ、偶像に捧げたものを食べさせている。ヨハネの目視録に章20節。ありがとうございます。